戦。立つ地もなく、なすべきこともわからぬ者に。デュービネ、俺を裏切るとは。しかもあの曹操と組ん。行くぞ、門を開けろ。開門します、ご武運を。俺デュービ、俺に立てつくとは。全軍、勝敗場へ進め。Oh!
龍源徳が貴様を討つ！敵将！
討ち取ったぞ。ここまでか。一度勝敗を捨て体勢を立て直さねば。思い知ったか劉備よ。俺に逆らう奴は誰であろうと打ち砕く。呂布たちは劉備とそれに組する曹操を破り勝敗から追いやる。だがその後すぐに彼らは連合し再度徐州へと進攻してきた。将兵の数と戦略に優れる曹操軍を前に呂布は徐々に後退。ついに本拠とする可否まで押し戻されるに至る。ここで負ければ先に待つのはまたしても流浪の日々か。否、今戦場を包む空気は今までとは違う。呂布は確実に自分を撃つという敵の明確な意思を感じていた。ならばそれを完膚なきまでに打ち砕き己が勝者となるまで。もとより呂布の天下はその繰り返しの果てにしかない。呂布、張良、陳宮は意を決して可否での決戦に臨む。乱世は今ここに一つの決着を迎えようとしていた。